はいどうも、なおちんです。さあ、今日はマイクラダンジョンズの新しいパッチノートが出ましたので見ていきたいと思います。昨日の夜だよね。夜に何か新しく、アップデートされまして、その詳細が載っております。読んでいきますと、毎週のタワーのローテーション、2022年11月20日現在、タワーはこれまで以上に頻繁に回転し始めています。この日から毎週のタワーは新しい戦利品、改善された、フロアリセット、DLC ミッションからのいくつかのチャレンジ、およびボスを提供します。なるほどね。その、ダウンロードコンテンツで出てくるボスが、よく出てくるっていうことなのね。そして、過去のシーズンイベントの特別な装備もタワーをプレイすることで報酬として入手できます。出るんだね。今までは出なかったけども、季節のシーズンイベントで出てきた装備、あれもタワーの報酬で出てくるっていうことですね。なんで今まで入手していない人も、タワーを回れば入手できてくるということですね。まあ、あれもね、パワー256が最大だったので、263が出てきたら、まあまあ、嬉しいのではないでしょうか。これはいいね。で、下を見ていきますと、エンチャントスミスだね。エンチャントスミスのコストとスケーリングを大幅に引き下げ、エンチャントハントチェストからのゴールドドロップ率を一定に引き上げ、レベル終了報酬、レベル終了報酬なんだそれを追加して、ゴールド経済全体を膨らませました。さっきね、俺、エンチャントスミス使ったんだけども、前は、一回変えるごとに250個必要だったんですけども、100個とか、96個とか、なんかそういう風にね、半分以上、コストが下がりましたね。なので、エンチャントスミスを使いやすくなった、ということで間違いないと思います。うん。基本料金とか、これはなんかちょっと意味がわかんないんだけども、まあ、レベル1だったらは、20ぐらいで変えれるんじゃないかな。で、最大でも、100で変えれるっていうことなので、エンチャントスミスは使いやすくなりました。で、古代狩りが、チェストから出てくるゴールドが、倍ぐらい増えたのかな。うん。最小が2だったのが、4つだね。最大は10個出てくるようになりました。なので、ゴールドを稼ぎやすくなって、で、エンチャントスミスを、さらに使いやすくなった。そういうことで間違いないと思います。うん。これはいい、アップデートですね。修正点がいいですね。で、兵器。うん。これがよくわかんないんだよな。武器の多くのユニークなバリエーションは、以前のバランスパッチの後に、それらの非ユニークな事故と一致しました。どういうことなんだろうね。サンズ、グレイス。多分これは、サイスとグレイブじゃないかな。で、下が、空竿、釣り竿でしょ。で、シュリーキングクロスボウ。わかんないね。と、ボーンカジュアル。これは、ボーンクラブだな。多分。それが、多分、アップデート前に戻ったっていうことかな。うん。ちょっと強くなりすぎたところがあったのかな。なんか、うん、変わったみたいです。そして、スポンジストライカーだね。スポンジストライカーが難易度に応じてダメージを正しくスケーリングするようになりました。意味がわかんない。で、スポンジストライカーは最初に標的にした敵にのみ適用するのではなく、攻撃コンボの最後のアークに適用される裂け目としてダメージを与えれるようになりました。なんだろうね。なんだろう。まあ、ワンパンできるようになったのかな。ちょっとこれは、検証が必要なんだけども、スポンジストライカーは、なんか、修正されてるみたいですね。わかんないね。多分ワンパンなんだろうな。で、そして、重力エンチャントですね。プレイヤーに影響を与える重力が4秒から、1秒続くようになりました。重力が5秒になったってことか。うん、5秒間敵を足止めするようになったっていうことでしょうね。で、グラビティエンチャントを使用した遠距離攻撃は、遠距離で重力がついてるやつね。が、
正しい場所でグラビティ FX をトリガーするようになり、あ、前はなんか違うところで、重力が発生してたのかな。何がどこから影響を受けているかを簡単に確認できるようになりました。ああ、なるほど。まあ遠距離で重力は今のところ使ってないので特に問題ないんですけども、なんか遠距離の重力が使いやすくなった。まあそういうことでしょう。で、そして、下の方はですね、よく落ちてたっていうところを修正されて落ちにくくなったよっていうところですね。うん、まあタワーとかそういうところが落ちにくくなったみたいです。そしてね、これがね、一番気になるところなんですけども、これね、気になる。エンチャントスミスが、アイテムにすでに存在する場合、そのエンチャントを積み重ね可能なエンチャントに置き換えることができるようになった。なんですよ。今まではおそらく、この内容ね、クールダウンが、重複してつかなかったのよ。クールダウンとか、輝き、あと採掘者とか、うん。アイテムとしては、重複したやつ出るんだけども、エンチャントスミスでは重複しなかったんだよね。そのエンチャントが出なかったんだけども、それが積み重ね可能なエンチャントに置き換えることができるようになった。だから、多分、クールダウンをつけれるようになったんじゃない？だから下をクールダウン3とかに、エンチャントスミスで作り変えれるようになったんじゃないかな。ちょっとわかんない。わかんないですけども、多分そういう意味だと思うんですよ。うん。もうほんと英語をね、これ、直訳したやつなので、ちょっとわかりにくいんだけども、多分それで間違えないと思うんだよな。そして次、ギアのとこ見ていきましょう。これもね、結構重要そうなんだよね。爆発するクロスボウとその派生型。だから、あれだよね、爆縮とか、ファイアボルトスロワー。あれが、スプラッシュダメージにエンチャントを適用しなくなりました。スプラッシュダメージっていうのが何なんだろう。あれかな？連鎖反応のことかな？あれ、うん、スプラッシュするからね。スプラッシュってなるから。多分、あれなんだろうけども、まあ、今までは、爆発系でスプラッシュじゃない。連鎖反応をつけると、ものすげえ連鎖反応して、めちゃくちゃダメージ与えたのよね。多分、それが、できなくなりましたよっていうことかな。さすがに強すぎたんだろうな。で、そして、ゴーストキンドラーのアイテムの説明が、クロークされた頭蓋骨の説明によって、上書きされなくなりました。これ意味がわかんない。何？まあまあ、ゴーストキンドラーの、アイテム説明文。確か、英語表記だったんだよね。英語表記だった気がする。それが日本語表記になったっていうことじゃないですか？わかんない。そして、ギフト放送と、ベビームーブルームの欠落した説明を、わからん。これも、多分、ゲームには関係ないと思う。説明欄が、なんか違ってたやつを、ちゃんとしたっていうところでしょ？性能には影響はないとは思います。おそらくね。うん、間違いないでしょ。で、ボーンヘッドハンマー、この前の、目が光ってるハンマーだね。あれのパーティクルエフェクトが、マルチプレイヤーゲームのインベントリー画面でフリーズする問題。あー、なるほどね。あれをつけてると、フリーズしてたんだ。まあ、それができなくなったっていうことでしょう。うん。まあ、問題ないね。問題があるのがこれだね。爆発するクロスボウの派生系のスプラッシュダメージが、出なくなった。そこだと思います。まあ、俺は使ってなかったのでよかったかな。そして、重要そうなやつが、あと、2つぐらいですかね。まずこれ、アイテムを転送するときに、ストレージチェストで選択したアイテムが、最初のスロットにスナップバックする問題を修正しました。アイテムが変にね、整理される時があったじゃないですか。あれが、多分修正されたんじゃないかな。うん、あれすごい嫌だったんだよね。うん、こだいがりでもうずっと周回していって、
で、動画撮って見せるときに、なんか下の方にね、アイテムが勝手に行ってたりとか、そういうのがあったんで、それが修正されたっていうことかな。いや、もうむしろ、アイテムを整理する機能みたいなのをつけてほしいな。ものすごい見にくいときがあるんだよね。そしてこれも重要かな。レイドキャプテンバナーを拾った後、あれだよね、キャプテンの旗を拾ったときに、脅威増加のモディファイアの配置を修正しました。まあ、脅威っていうのが一番上に来てたんだけども、あれが、違うところに表示されるようになったのかな？おー、わかんないけども。まあ、旗を拾うときもね、バーが出なかったんで、あれも修正されたのかもしれませんね。はい。ということで、今日は昨日ありましたアップデートのパッチノート、見ていきました。やっぱ一番良かったのは、エンチャントスミスだよね。エンチャントスミスが、コストが引き下げられて、使いやすくなりました。そして、古代狩りで、チェストから出るゴールド、あれが増えたので、さらに、やりやすくなりましたね。今までは本当にね、リセットリセットで、何度もやり直さないと、エンチャントつけれない感じだったんだけども、それが改善されたっていうところと、エンチャントが重複してつくようになった。ものによってはっていうところかな。うん。ちょっとそれやってみますね。うん。クールダウン3の防具が作れるならば、作っておいた方がいいので、それもちょっと試してみます。はい。11月30日のアップデートパッチ、こんな感じです。まあ、ホームページで見れますので、気になった方はチェックしてみてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。